一強、アンチヒーローハリウッド方式の一方で木村拓也赤楚英二作品にもうつ込み、もうあかん脚本とんでも展開。5月26日、長谷川博己、47、主演の連続ドラマ、アンチヒーロー TBSK、日曜夜9時からの第7話が放送される。アンチヒーローは、殺人犯をも無罪にしてしまう、アンチな弁護士、名木正樹、長谷川、の物語。 美しい映像や俳優の迫真の演技もさることながら、脚本に強いこだわりを持って制作されたドラマとしても注目を集めている。アンチヒーローの脚本担当は、山本七氏、李チョンミ氏、宮本雄斗氏、福田哲平氏。一クールドラマでは異例の4人体制です。これはエンターテインメントの本場ハリウッドや、その手法を積極的に取り入れているエンタメ大国、韓国でも主流のやり方ですね。 制作会社関係者以下同、4月。